ボイスカッション、スピンオフ番組、ボイスセッション。こんにちは、声優の三浦克幸です。こんにちは、声優の小市誠です。さてさて、前回突然始まりましたこのボイスセッション、今回が第2回目でございます。はい。この番組は現在月刊ヒーローズで好評連載中の本格声優ストーリー、ボイスカッションにフューチャーしたトーク番組です。番組ではボイスカッションの魅力についてより深く紹介しつつ、豪華なゲストをお迎えして、まだまだ勉強中の私たちが作品に登場する伝説の声優、精霊に少しでも近づこうと頑張ってまいります。はい、これから15分の短い時間ではございますが、最後までお付き合いください。それではこれから私たちとボイスカッションの世界でセッションしよう。改めまして三浦克幸です。改めまして小市誠です。はい、いやね、先週、はいはい、あのさん付けをやめようっていう話をしたじゃないですか。そうね、うん、ね、それで2人で話し合った結果、うん、決めたんですよね。決まったね。決まったね、うん、発表しよう。発表します。ドン。まず三浦克幸さんのことは浦さんと呼ぶことになりました。なりました、浦さんです。はい、よろしくお願いします。ということで、小市誠さんは、小市ちゃんと。はい、可愛らしいね。可愛らしく呼んでくださいよ。こんな感じでいきますよ。はい、はい、お願いします。まずは月刊ヒーローズで好評連載中の漫画、ボイスカッションの魅力に迫ってみたいと思います。前回ボイスカッションはどんなストーリーなのかを見ていきました。今回はボイスカッションの中で月刊ヒーローズ編集部からおすすめする名場面を私たち2人で演じさせていただきます。私たちの演技次第でボイスカッションの印象が変わるかもしれないので頑張らないといけないですね。今回私たちが演じるのは2015年8月号に掲載された第4話で、高杉東生が経営する K プロダクションの入所オーディションに合格し、その入所説明会の途中、辞退するつもりで退席しようとする日向井小鳥を高杉が呼び出す場面です。はい、日向井小鳥を演じるのは私小市が、そして高杉東生を演じるのは浦さんです。はい、いや緊張しますね。すげー緊張する。めっちゃお腹痛い、ね、さっきなんかこれで印象が変わるかもしれないとか、ね、なんかすごいかっこいい感じで言うから言っちゃったけどさ、ちょっとめっちゃビビってるよ。本当ですよ、ビビりますよ、うん、でも頑張りましょうね。頑張りましょう、はい。それではボイスカッション名場面スタート。さて日向井さん、我が社は君を特待生として迎える準備ができている。どうして？私が日向井宗介の娘だから、ね、いや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 、そうじゃない。ういろうり見せてもらったよ。度胸といい、声質といい、素晴らしかった。それに我が社のプロデュース力が加わればパーフェクトだ。おしゃれにメイクも覚えて1年で主役デビュー、雑誌の露出も増やして5年でトップ声優の仲間入り。今日合格した皆さんは残念だが、あの子たちには才能がない。ならどうして？それが声優界の仕組みだからだよ。声優一人育てるのにいくらかかると思ってる？あいつらはそのための餌だ。この声優界、実力だけではどうにもならないんだよ。でも父は配役が実力でなく政治で決まるようになったら業界はおしまいだと言っていましたけど。それがどうした？そんなもの甘っちょろい幻想だよ。いいかい日向井さん、声優界は弱肉強食だが、安心しろ、君は強者だ。実力なんて後からつければいい。なんならなくたっていいんだ。私に実力がないってことですね。そんなことが言ってない。それだけじゃないんです。私はこのオーディションを受けると決めたとき、腹をくくったつもりでした。それなのに私は課題のフリスコ100個を売り切ることができなかった。だが41個売ったじゃないか。もう一度やってみればきっと。それがダメなんです。あの時フリスコを買ってくれた人たち、それを遠巻きに気にしている人たちもたくさんいたのに、私は何もしなかった。千載一遇のチャンスをみすみす逃してしまった。あの時泣いてすがってでも買っ
に足りなかったのは実力だけじゃない、絶対にこの世界で生き抜くんだという覚悟。というわけでボイスカッション名場面いかがでしたでしょうか。こいっちゃん、はい、どうすか、どんな感じで、どんな感じでやりましたか今回。幸せです。幸せですか。こんな可愛らしい女の子を演じさせていただけて、こいちゃんはとても幸せでした。そうね、琴音ちゃんすごいすごい可愛らしい。そうなんですよ、めちゃめちゃいい子ですよね。はい、しかもなんかこうコミュ障ということでね。コミュ障ね。そうなんですよ、なんか私とちょっとねちょっとつながりができた。あれ、こいちゃん、こいちゃんコミュ障なの。コミュ障なんです。こいちゃんコミュ障なの。コミュ障なんですよ実は。あ、そうなの。そうなんです。だからよりでも、その小鳥ちゃんに感情移入できるところがあったなと思う、ね、思うんですけどね、でもまだまだ精霊になるには、もうもっともっと頑張らねばと思ったわけです、私は、まあ、はい。演技に答えはありませんからね。そうですね、三浦さんはいかが、あ、浦さんはいかがですか。浦さんはですね、そうですね、この高杉東生、いやもうなんか一見こうすごい悪いやつに見えちゃうんですけども、まあその、まあ、業界をね、こう象徴してると言いますか、もう結構かなりね、大事なキャラクターではあるので、もうすごい大事に演じさせていただいたんですけれども、いや難しいですね、ってちょっと愕然とするようなこといっぱい言ってますもんね。そうね、なんかな結構刺さるよ。刺さりますよね。すごい怖いことを言ってる。結構刺さるからね、いやでも本当にその、ね、声優界のこの表だけじゃない裏の部分までね、そうですね、本当恐ろしいところまで言っちゃってるよ。素晴らしい作品なんじゃないかなと思います、はい、ということで本格声優ストーリーとして好評連載中のボイスカッションですが、ここで前回もお知らせした重大発表です。なんと来月2月5日にボイスカッションのコミックス第1巻が発売になります。よっ、拍手、素晴らしい、いやおめでとうございます。おめでとうございますね、まあ、最近になってねボイスカッションを知った方も、まずはコミックス第1巻を買っていただきまして、ボイスカッションの魅力にもっともっと触れていただきたいと思います。はい、コミックスボイスカッション第1巻は来月2月5日に発売です。お求めは全国の書店コンビニで。さらに今回のコミックス発売を記念して、スマートフォンでアフレコ体験ができるアプリ声優では、ボイスカッション×有名声優×あなたでアフレコ共演という企画が開催されます。お、どんな内容なんですかそれは。それはですね、声優はいつでもどこでも誰とでもアフレコ体験ができるソーシャルアフレコアプリで、モーションコミック内の1キャラクターに自分の声を吹き込み、他ユーザーが演じた別キャラクターの音声と合わせて動画を作成するというものなのですが、この企画ではアフレコ用に書き下ろしたボイスカッションのオリジナルストーリーがモーションコミック化されるのです。おー、すごーい、素晴らしいですね。すごいですね、はいはい。なのでアフレコ体験を楽しみたい方は、はい、あの人気声優と共演するチャンスかも。いいですね、そしてですね、先ほど私たちもボイスカッションの場面をアフレコしてみましたが、それがなんとスマートフォンのアプリでできちゃうんですね。その通りでございます。ぜひ皆さんもアフレコ体験アプリ声優でボイスカッションをもっと楽しみましょう。はい、詳しくは声優のホームページをご覧ください。綴りは SAY-U で検索すると出てきますよ。はい、ぜひ皆さんもボイスカッションのアフレコにチャレンジしてみてくださいね。以上ボイスカッションの紹介コーナーでした。ここで月刊ヒーローズからのお知らせです。月刊ヒーローズ2月号はただいま好評発売中。表紙と巻頭はおなじみウルトラマン、さらには仮面ライダークーガ、キリングバイツ、バベルなど充実したラインナップ。しかもこれだけのボリュームでなんと200円。月刊ヒーローズは全国のセブンイレブンで好評発売中です。なお次号3月号は2月1日から全国のセブンイレブンで発売します。月刊ヒーローズを読みたくなったらセブンイレブンに急げ。そしてヒーローズコミックス、今月の新刊はまずウルトラマン第7巻、こちらはセブンフィギュア付き特装版も同時発売。さらにはドロロンおくにちゃん第4巻、マジェスティックプリンス第10巻、ソウルリバイバーサウス第2巻と怒涛のラインナップ。ヒーローズコミックスは全国の書店コンビニで好評発売中です。ヒーローズコミックスを読みたくなったらお店に急げ。以上月刊ヒーローズからのお知らせでした。ボイスセッション、
さて、ここからはゲストの方をお迎えして魅力に迫っていきたいと思います、うん、それではゲストの方を紹介しましょう、うん、誰だ前回に引き続き、うん、私たちの先輩でもある声優の小野ゆうきさんです。俺だ俺だ俺だ、よろしく小野ゆうきです。よろしくお願いします。またテンション高く聞いていただいてありがとうございます。大丈夫ですかね。ここなんで止まったんですけど、大丈夫です。丸が出ました。ありがとうございます。ということで、前回この番組をご登場いただきまして、はい、まあ、一番精霊に近い声優として登場していただきました。声お化けですけどね。違いますよ。声霊じゃないですよ。さて、そんな小野さんをもっともっと知りたいということで、ね、ここに3枚のテーマカードがあります。これから小野さんにこの3枚のカードから1枚選んでいただいて、このテーマをもとにトークしていきます。どうぞ。はい、あ、これでもなんか前回見たやつですけど、いや、あ、前回そんなことないです。あの、1個減ってるだけの前回。じゃあこれ、はい、何が出るかな、これね、はい、お、出ました。何ですか。新人声優時代の苦労話。お、これはちょっと聞きたいですね。僕未だにブログに新人声優小野ゆうきですって書いてあって、そんな嘘、もうさすがに新人と言ってはいけない ね、いやいや、もう段階に入っているんですけど、先生大先輩ですからね、はい、私たちも台がついちゃうか言うてもね、台ですもん。でもそう、はい、でも確かにあの頃の俺からするともう、はい、そうだよね、ある種入りたてからするともう10年、僕10年目あーもうそう考えると大先輩です。そう言っちゃうよね、やっぱり、ね、そうですよ、不思議な感覚ですね。僕自身は大差ない感じでやっているので、ちょっとゾッとする瞬間もありますけれども、今言うても苦労話、ね、はい、はい、バイトの苦労とかもうみんな当たり前なんですけど、そうですね、僕は言うても3つ掛け持ちしてましたよね、バイト1日に。すごい、そんなにですか。朝昼晩で帰る感じですか。そう、朝から昼はコールセンターで、はい、苦情受付とかやって、はい、で昼、あ、で夕方ぐらいから、家庭教師やってましたね。生徒さん帰ってくる家庭教師やって、でそんで夜家帰ってきたら、あの、時間いつでもいいってポスティング1枚4円の、あの、あ、2円だったの、当時2円、紙をこうやってダーッて入れ続けて、それちなみに何時ぐらいまでやるんですか。もうある限りね、あ、そう、時間がある限り、ある限り時間と紙が入れ続けるというね。でもちろん、あの、いらないですみたいなところは事前にこう情報が回ってますから、そこは覚えておいて、ここの家は入れちゃダメな家みたいなのちゃんとあるんですよ。大変ですね。やっぱり一人暮らしされてたんですよね。そう、ね、やってましたね。それでもその中でもやっぱりそのお仕事、そ、ね、その声優としての仕事もこなしていかなきゃいけないわけじゃないですか。だね、そのオーディションとかをいただけた時に、うん、はい、でもバイトのその時にコールセンターのシフトとかは、はい、こう急に変えると、あの、あ、みたいな、あるあるですね。そう、すごく優しい、そこの融通が効くコールセンターに行き着くまで多分10回ぐらいクビになってますね。その急な2回ぐらいですぐダメなんですよ。はい、あ、やっぱりシフト通りにっていう感じで、はい、そんな日々でしたね。うわ、つらいですね。でも生きるためには働かなきゃいけないしっていう、まあ、やっぱ一番軸にこの声の仕事が一番っていうやっぱ軸がずっとあり続けてたので、うん、そこがつらいっていうよりもまた一回しょうがないなみたいな、あ、そこはちょっと明るくポジティブ、ポジティブに、うん、そんな感じでした、ね、ということで、小野さんの新人声優時代に一番苦労したお話をお伺いいたしました。はい、でもね、まだまだ全然話したり、足りなさそうだよ。にじみ出てますね。本当にじみ出てます。というわけで、小野さん、はい、また次回も来てくれるかな。いいよ。そこは違う。その振りをやられるとちょっと返しづらい。ついついちょっと照れ隠しで、ちょっと天の弱的なところが出てきましたね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ますというわけで、ゲストの小野さんには次回もご登場いただきます。お楽しみに。はい、以上、はい、ゲストトークのコーナーでした。いたまー。ここで。ここで。ボイスセッション。ここでアトミックモンキー声優演技研究所からのお知らせです。アトミックモンキー声優演技研究所アトケンでは、今年4月より開校する第11期生を募集しています。アトケンの特徴はプロダクション直結だから実現できる丁寧で特色あるカリキュラム。人気声優の関智一や長澤美希をはじめ、業界屈指の実力を誇る充実した講師陣、レッスン室や自社スタジオなどもあり、環境もバッチリ。今年4月にスタートする第11期生の二次募集は2月8日月曜日必着となっております。詳しくはアトケンのホームページをご覧ください。
ぜひ充実した講師陣と設備を誇るアトケンで精霊を目指そう。以上、アトミックモンキー声優演技研究所からのお知らせでした。ボイスカッションスピンオフ番組ボイスセッション、早くもエンディングのお時間です。いやー、早いですね。浦さんはどうでしたか？やっぱりね、短い15分ですからね。やっぱり短いですよね。そう思います。こいちゃんもね、こいちゃんも思うよね、うん、思います、思いますよ。さて、さて、さて、さて思いを出て振られた。そんな、ね、そんな僕らからの、ね、はい、お知らせがちょっとございますので、はい、お聞きください。私、三浦克之、白猫プロジェクトというアプリゲームに出演させていただいております。おキャラクターはクライブとデューイとバラスというキャラクターをやらせて、3つも、はい、やらせていただいてるんですけども、はい、クライブとデューイに関してはもうガチャで出てきませんので、バラスっていうキャラはね、ストーリーでもうちょいちょい出てきますので、ぜひ出てきたら、あれ三浦だ、三浦だっていう感じでね、みんなで盛り上がっていただけると僕はとってもとっても嬉しいです。はい、こいつさん、はい、何かお知らせ、こいちゃんもお知らせ。はい、私からもお知らせさせていただきます。ですね、テレビアニメナースウィッチ小麦ちゃん R という作品に、出演しておりまして、こちらが、日本テレビ他にて絶賛放送中でございます。はい、放送 の, 時間など詳しくはですね、番組の公式ホームページをご覧いただくか、公式ツイッターをフォローしていただけるととても嬉しいです。そしてですね、テレビアニメナースウィッチ小麦ちゃん R オープニングテーママジカル R っていうのがですね、はいはい、私とあと一緒に共演している子、3人で歌っているレディーゴーという曲がですね、なんとあさって1月27日発売なんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。そしてウェブラジオもやっていますので、ぜひそちらの方も聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、皆さんチェックしてみてくださいね。ということで、ボイスセッション第2回いかがでしたでしょうか？次回第3回は来週2月1日月曜日更新です。ゲストは引き続き小野裕樹さんです。次回もぜひご覧ください。以上、この番組の進行は三浦克之と小市誠でした。次回も私たちとボイスカッションの世界でセッションしよう。